でアーセナル、ウルブズに勝利で開幕白星発進。プレミアリーグ第1節、アーセナル VS ウルブズ。前半のアーセナルならどのクラブも勝てないだろうな。これじゃアーセナルは今シーズンも優勝できないわけだけど、新戦力で流れを変えれますか？結局坂任せになるのくさ。今のアーセナルはこんな展開でも守りきれる強さがあるというところやな。アルテタがトロサールよりもマルティネッリを重宝する理由が俺にはわからん。アルテタ、よし、センターフォワードいらんな。アルテタやエブは、昨シーズン序盤不振時にもハバーツの今の姿が見えていたんだろうな。プロってすげえよな。なお両軍スタメンがこちら。ハバーツとサカ、取るべき人が取れてるのデカすぎる。ハバーツと14番のやり合い面白かったな。あと審判はクソです。トーマスとジンチェンコの爆弾コンビがちゃんと爆弾しててよかった。ジンチェンコこれでいいって言われてるならスタメンで使うほどじゃない。ケンバー怪我復帰から期待感あるし、富安戻ってきたら後ろは盤石。ホワイト、カラフィオーリ、富安、ジンチェンコ、ケンバーで基本的に通常ロールのサイドバックを回せるならニコンペちゃんと回せるでしょ。ただトーマスが僕が知ってるトーマスじゃなくなってるので、メリーノ取ってライスをアンカーに固定するかパフォーマンスを上げられるならかなり優勝に近くなる。サリバがこんなミスするの珍しい。ラヤよく帳消しにしてくれた。ハバーツの首絞めはロタ。